こんばんは、 DR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、アシスタント MC の寺田由紀です。3日前ぐらいに僕ロンドンから帰ってきたので。あら、お帰りなさい、はい、でロンドン行った時ってやっぱりあのクライアントさんが星葉さんぜひ来てくださいってことだったので、はい、ビジネスクラス乗ってったのよ。わー、いいな。でいいじゃないやっぱり、うん、でフルフラットになるのね。一応ビジネスってフルフラットになるんですか。なるでなって、でもこれは寝れると思ってこう寝るボタンみたいのがあって、あ寝ようと思ってピーってやったの。そしたら僕のとこだけなんか壊れてて、でなぜか僕だけボタンを押したらあーって倒れていくときまたこう起き上がってきて、またこう倒れていくんだけど、また起き上がってきてっていうの、もうずっとこのずっとこれ繰り返してて、何あいつふざけてんだよって多分思ってますよみんな。そう完全に何あの人遊んでんのって。結局どうしたんですかそれ。ウィーンってなってウィーンってなるわけじゃないですか。そう、席変えてもらおうと思って女子家呼んだんですよ、うん、で呼んだら物が詰まってたみたいで、これを取り除いたらちゃんと最後までビッて大丈夫だったっていう話なんですよ。ちょっと結構恥ずかしかったんですよ。でもみんなよりここちょっと高くなったり下がったり高くなったり下がったりとかしてて、なんかちょっと一人ですいませんね。いやそれ見たかったな、すごい面白いだろうなその光景。光景はね爆笑だと思います、ね、まあちょっとね今日はじゃあそんな、はい、あのロンドンの話じゃないんですけど。あ、じゃないんかい、はい、今日はテーマはですねパーティースタイル。やっぱ12月なんでそろそろそういう時期がねやっぱり来ると思うんですよ。はい、まあ、クリスマスパーティーとかする方もいらっしゃるでしょうし。そう、略してクリパね。そうそう、クリパね、クリパ、うん、まあ、パーティーはでも多いじゃないやっぱりこの時期で。そういう時のために今日はじゃあどんなスタイルしていったらいいだろうねっていうので、今日はパーティーのスタイルをちょっとご紹介したい。なるほど、はい、というので、まあ、ずらっとご紹介したいものは持ってきてるんですけれど、うん、今日はなんか意外にでも、うん、パーティースタイルと言いながら結構普通の。そう、普通なものももちろんあります、はい、まあ、全部パーティースタイルになっちゃうと もうギランギランになっちゃう。確かにそりゃそうだ、うん、だから普通のスーツのスタイルとかでもちょっと変えるだけでちょっとパーティー行けるよみたいな。あ、なるほど。そうすると会社の人勤めてる人とかも一本ね、例えばネクタイをこれを会社のデスクに入れといて、はい、あ、そういえば今日7時からパーティーだって言って出して、でパーティーの会場でこれだけつけてっていう人もできるじゃん。あ、確かに。で今日は、まあ、ここにあるものを利用してパーティースタイルをちょっと作ってもらおうかなと。わかりました、はい、で一応ざざっとご紹介していきますが、ちょっと、ね、はい、目新しいものがあるんでまずはそちらをご紹介します。いや、そうなんですよ、はい、なんかねこの番組ではもう初じゃないですか。わかりますよ、これ。わかります。そうなんですよ、今日はなんといつもね、うん、DR オンラインで紹介しているものだけじゃないものをねちょっと紹介したいなと。なるほど、新しい。もうラグジュアリーブランドです、これこそ。だって私でも知ってますもんこのブランド。そうなんですよ、なんとジミーチュー。なんとジミーチューですよ。でもうこの星といえば、そう、これね僕も持ってるんですけど、へえ、これはパスポートケースっぽい感じかな。カードとかいっぱい入る、まあ、お財布としてももちろんあのここに、ね、小銭を入れてとか、うんうんうん、カードを入れてとか、ここにペンホルダーもついてて、まあ、パスポートケースとしても使える、まあ、クラッチ代わりですよね、うんうん、こんなやつとか、あとはこれもそうですね、これもちょっとミニクラッチみたいな、これかわいいでしょ。かわいい。スタッツが売ってるんですね、こっちに。でここのこういうの取り外しができて、いいですね。ちなみにこれは最初からついてるんですね。ついてるやつなんですけど、これはホルダーがついてないタイプです。あー、はい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 。でも別売りで売ってるのでここにガチャってくっつけて、そっかそっか、持つこともできると。これこういうのをね、そう、こういうのをこうつけて、こうしてとっさにつかなかった、うん、あー、いいですね。で作ることもできると、うんうんうん、こういうのって便利なのはパーティーの時ほら名刺交換とかするじゃない。あ、その時に一回手に引っ掛けるんだ。そう、そういうこともできるからこういうホルダーがついてると便利だよねって話なんですけど。確かに。これちょっとメタリックな、うん、レザーですね。でしかも星がついてる、黒の星とシルバーの星とシルバーのちょっと小さいタイプの星ですね、うん、かなりインパクトの強い。でも一発これ持ってるだけでちょっとパーティーな雰囲気になるじゃない。なりますね、グッとね、なんかおしゃれ感が高まるでしょ。ちょっとおしゃれな派手な感じがします。でしょ、うん、なんかだからパーティーの時はこういうのあってもいいじゃない、うん、とか、あともう本当何も持ちたくないよっていう人もいると思うね、はい、そういう場合はこういうところに名刺とかさちょこっと入れといて。へえ、なるほど。これもおしゃれよ。だからここにもカード入れられるからね。あ、本当だ、カード入れれる。極力荷物を持ちたくないなっていう人もいるわけですよ世の中。
ポケットにこうスンと入れるだけで、あとクラブとかさ行くときとかさ、お金だけちょこちょこっと1万円ぐらい入れて、でここにカードだけ入れてとかっていうこともできる。なるほど。でこれもこの星のスタッズですね。でこっちは黒のマットバージョンですね。これ初めて見た。こういうバージョンある。レザーの片星かな、これね、うんうん、これかっこいい。スタッズがついてるボタン、まあ、こういうどっちもちょっと派手な方が欲しい人はこっち、うん、でこっちはちょっとシックな方ですね。これめちゃくちゃかっこいいですね。あとこういうねブレスレット、一個こういうのあるだけでかっこいい。ちょっと私の大きいですけどポイントになる。 T シャツでもさ、ニットでもいいし、なんかすごくベタに白のニットとかにこれつけるだけで映えますよね。あとこういうのもあるんですよね。いや絶対使い方違うもん今日さなんか違うと思ったらさ、席座るとこ違う。いやそうなの、すごいやりづらいのよ。なんか私いつもこう突っ込むから。そうだよね、なぜか場所の都合でこうなっちゃった。そうなっちゃったんですけどね。これは なんだかわかります。これ靴べらですね。靴べらなんですけど、一応ここにキーホルダーとかついてる。あの鍵もつけれる、うん、つけられるよっていう。おしゃれ、ちょっと男の人の行動っぽいよね、まあ、それからちょっとあとね、ジミーチューといえばやっぱり靴ですよ。あーはい、これはもう大きなねタッセルがついてる。これめちゃくちゃ可愛いと思ってた、ずっと。見てください、かなりね大きなタッセルなんですね。めっちゃ可愛い。さらねキルトタッセルで、こっちがスリッポンなんですけど、ほとんどステッチが入ってない、もう本当に何ですかね、ルームシューズのようなタッセルシューズですね。え、これほんと可愛い、うん、これ黒のカーフで、こういうところにグログランテープがついてるんですね、うん、だからちょっとフォーマルっぽい印象になる。あーパーティーにぴったりですね。なるほど。そして、はい、次にこれです。あー、ジミーチューっぽい。エナメルでもうここの星が、ここにホッシーですよ。あ、ホッシーだ。そうですよ、だから僕持ってんの、ジミーチュー実はね今気づいたもん。今気づきました。そうなんです、ね、あとこれがすごい、普通に見えるじゃないですか。普通に見えてんのよ、ここ。あー、すげー、すごいんですよ、このコバがね、ここコバに埋め込んでますからね。すごい、ギラギラ感伝わるかな、これ。すごい細かいところだよね。でも足を組んだ時とかにかっこいいんですよ、こういうのが。白いシャツ着てグレーのスーツとか着てんだけど、足元だけこれとかね、おしゃれ上級者ですよね。だってこことか普段見えないですぜ。そうなのに全部芸が細かい、ここだからいいんだよね。まあそんなジミーチューのアイテムもあり、こういうのは一点いつもの普通のスタイルに取り入れるといいよと。はい、あとはやっぱりパーティースタイルといえばシャツの色は何色でしょう。白。そうなんです、白なんですよね、うん、なので今日は白シャツも持ってきました。はい、もうおなじみですね、マリア・サンタンジェロのレギュラータイプ、うん、そしてアビーナ、うん、これはセミワイドかな、ちょっと細かい想像です、うん、そしてもう一つが同じくアビーノのタブカラーですね、はい、まあ、ネクタイをしたりするとかっこいい感じですね。この辺だと包帯で言ってもいいし、ネクタイをするんだったらここがポイントなんですね。これ普通の無地のタイですけど、サテンなんですよ、うん、あ、もうほんとツルツルしてる。そう、シルクサテンなんですね。でこういうのを普通のグレーのスーツ、白いシャツの時に、パーティーの時にこういうネクタイだけサテンにするとかっていうと、ちょっとドレッシーな感じ。あれですね、色すごく落ち着いてるのに、うん、ちょっとこうパーティー感があるってかっこいいですね、これ。大人じゃない、大人、うん、このパーティー感の出し方大人、めちゃくちゃ大人なんです、かっこいいですよ、これは。うわー、このやり口ちょっと汚いわ、エロいわ。これエロいよね。エロい。これはちなみにフランコバッシュかな、フランコバッシュですね。でこの辺は加賀さんってあの有名な方がいて、日本人で、はい、僕もねすごいお世話になってる方なんですけど、その人のネクタイですね。名前入ってる。ケンジ・加賀フィレンツェって書いてある、うん、でこれはスポーデラートって言って、裏地がないタイプですね、柔らかいタイプの本当にサテンのタイです。これもですね、はい、うん、あとはもうちょっとインパクト持たせたいなっていう人はやっぱりこういう折り柄の綺麗な、これ綺麗でしょう、はい、すごい綺麗。これ手触りもいい。これもサテンで、しかもペイズリーが入ってる。このいいですね、刺繍が本当芸が細かい。そうなんですよ。でしかも今度こっちは、うん、もう少しシルクジャカードタイプですね、のちょっと織りのある綺麗なピンクの、うん、こういうのもさパーティーだったらいいじゃない。確かに、なんか普段使いだとね、さすがに派手すぎますけど、みたいな感じになるけど、でもパーティーだったら、そう、だってパーリないですからね。パーリない、初いいんですね。あ、Thank you very much。あとは、まあセッテフィーリカシミア、これもカシミアのニットですね。はい。え、なんでこうパーティーにっていう感じじゃない？いや、そうなんですよ。だけど例えばスーツの下にニットを着て、
これをね首元にキンロックのスカーフをこう巻いて首元にっていうのもパーティーっぽいじゃない。はあ、それもちょっとね首元ね、うん、いうこともできるわけですね。スカーフね、うん、でもスーツまでギランギランに派手だとやっぱりそれやりすぎじゃない。はい、スーツは一応おなじみですね、ナポリのガボン、はい、これは138,000円。これ着やすいタイプ。もう本当に僕がもうねこれすごいしなやか、しなやかな、うん、もう僕が大好きな本当にチャコールグレーの普通のスーツですね、うん、サルトリオですね。これ も僕が本当に好きな感じですね。これでも高いと思うな。ちょっと最近こういうグレーを見ると星葉さん思い出すんですよね。はい、ありがとうございます。そしてちょっとフランネルっぽいスティーレラティーノ、これネイビーの無地ですね。あ27,700円。いやでもねこれ本当かっこいいですよ、スティーレラティーノ。そして、これはタリアトーレですね。あはいはいはい、のネイビーの無地です。はいはい、ちょっとダイアゴナルみたいになってて、なんかちょっと斜めになってますね生地感ね。ちょっとそうですね、うん、こうさりげなく折り柄が入ってる、折り柄が入ってるやつですね、うん、ということで今日はこのグレーのスーツとネイビーの無地のスーツ、はい、これ生地のほら折り感もその辺も鑑みた上で、うわそうね、2017、まあ、今年も最後ですよ。もうパーティースタイルここで決めるぜぜというやつを、ここで決めるぜぜっていうやつをちょっと作っていただきたい。わかりました。突っ込まないですよぜぜに関してはわかりました、はい、あれねクリスマスパーティースタイルね、当然隣には女性がいるということ。まあ当然いますよ、クリスマスですから、うん、そうね。でエスコートをするよっていう感じの方がいいですよね。だけどやりすぎてたりするとちょっと女の子は引くよみたいな。かしこありやした。わかる、それすごくいいヒントかもしれない、うん、だけどパーティーってあ今日パーティーだよねっていうのを女の人からも感じ取れる感じ、うん、じゃあそれでは行ってみましょう。2017パーティースタイル寺田一押しでよろしくお願いします。はい、シンキングタイム行ってみます。クリスマスですから、はい、使っちゃいましょう赤を。赤ね、あボルドーね、抑えた感じ。はい、なんせクリスマスですから。クリスマスね、シャツがパーリーなんで、うん、タブカラーかな。おなるほど、私がもう全く覚えれなかったこのタブカラー。でももう覚えたね。覚えました。なのでね、あえてこの子を使います。タブカラー、タブカラー使います。さっきね、星葉さんがポロッと言ったんですよ。何を？タブカラーはネクタイが映えるって。ネクタイ映えますよ、もちろん。そう、これにします、目立たせるために。はい、そしてスーツなんだよ、どっち攻めるかなんだよな。でもね、靴を私絶対これ使いたいんだよな、可愛いから。およし、奥の星葉さんで。ああ奥の星葉さんねこれでいいですか、じゃあ、はいはい、あサルトリオのスーツですね、はいはい、これに白シャツをこうしまして、はいはいはい、タブカラーの白シャツをこうしまして、うん、こうしまして、うん、そして、うん、これ OK、 この靴、はい、にでもね、こういうのを持つと、うん、ちょっとやりすぎ感あるし、うん、これはね、女子をエスコートしにくいわけですよ。なんでなんで？手が、あ、ないからね。手が一個塞がっちゃうから。なるほどなるほど。だから、うん、ポケットに入れてください、おーおー、これを。そして、うん、これも持っちゃいましょう。お、結構持つね結構持つね、結構持つ、うん、できた、完成、完成。じゃあ、テラデ的イチオシ2017パーティースタイルの完成です。はい、はい、グレーのスーツ、はい、サルトリオですね、白のアビーノのタブカラーのシャツに展示からのサテンのタイト、ジミーチューのこの大きめな房がついているスリッポ、ジミーチューのシューホーンがついたキーホルダー、そしてジミーチューの同じく名刺も入るし小銭もちょっと入ってしまうこのケースですね、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、じゃあいきましょうか。これで何点かな、ちょっと待ってよ、もうその悩み方絶対低い時のやつだもん。いやそんなことないけどね。いやいやいいんじゃない、80点。78点。なんで下げたの2点。いやわかんないんだけど、いやいい、悪くないよ、悪くないけど、もうね、だいたい微妙な時はね、悪くないって言うんですよ、星葉さん。いや悪くないんだよ、だって悪くないの、悪くないよ、全然悪くない。そう、ネクタイの選び方も色のトーンもすごい合ってるけど、
もっとズバ抜けてドーンっていくんだったらちょっとご説明しましょうか。やっぱりな、そうなりますよね、うん、だとするとやっぱりスーツの素材が多分普通のグレーでもこっちの光沢のあるタイプの方の生地を選ぶと思うんですよ。ちょっとこっちとこっちだったら生地光沢があるじゃない。こうなると選ぶシャツの素材感も多分白のねブロードを選ぶと思うんです。これだ、そっちですね、はい。でこれでするとほら、あーまあ確かにね、これだけでも十分パーティーに通用するような感じじゃない。あとはネクタイで、ネクタイはもちろんボールドでもいいんだけど、もっと同系色の感じでこういう風にまとめていただけるとかっこいいんじゃないかなと。さりげなくシャンパンゴールドみたいな感じじゃないな。だよね。そうすると、まあ、それはかっこいいんですよ。引いてるし引き算だし、で足元はこのジミーチューのこういうちょっとここにね綺麗なキラキラがついている、ここに靴でもいいし、まあ、もしくはこっちのタッセルでもよかったかなと。タッセルね、なかなかあのスーツでは合わせないんですけど、うん、こういうフォーマルな感じでもなんかパーティーだったらいいかなという。そしてやっぱり星のこういうのは持ってるといいかなと、まあ、ほとんど 見せませんからね、うん、はい、でこれは別に何だろうな、持ってなくてもいいかなと。これ結構余計だったから、ちょっと急に何でこれ足したのかなって。別にパーティー靴脱がないしな。まあまあ別にまた引いてるね。最近引き多いよね。引き笑いするんですよ。確かにパーティー靴脱がないわ。そうだよね、うんうん、まあ、だったらブレスレットが入るぐらいだったらいいかなという感じでしたけど、まあ、いかがでしたでしょうか。なるほど、光沢か、うん、光沢、これ皆さんもポイントなんじゃないですか。なんかそのパーティーの時にちょっとなんかこう照ってるもの、光沢があるもの、うん、照ってるやつね照ってるやつ、うん、そうそうそう、大事を選ぶとやっぱよりパーティー感が出るんでしょうね。そう、僕の今日のスタイルでもネクタイをこうするだけでグッとパーティーっぽくなるじゃないとか、本当に靴でちょっとねこういうキラリっていう、これだってカーフですごく鈍い光沢だけど、うん、なんかすごくパーティーっぽい印象があるじゃない。草がついてるとかさ、やりすぎずでもちょっと主張しつつというところが多分ポイントだと思いますね、はい、いや別にこういっちゃってもいいんだよ。あ、そっか、ド派手に行ってもいいわけですね。だったらこれだけだよね。他はなるべく引いた方がかっこいいと思う。あ、じゃあこれを使うんだったら、うん、この光沢があるタイプよりもこのない方、ない方で一発ネクタイグッといってる方がかっこいいだと。であとはもう押さえてもうシンプルにもうネクタイだけでいいじゃない。なで、あの理由としては、いや机の中に実は1本だけ入っててさっき付け替えてきたんだよねぐらいで、パーティーで浮き足だってイエーイみたいなやつよりも、うん、なんかいや実は1本だけ入っててさりげなく今日そうだよねパーティーだったからさごめんね、ネクタイしか付け替えてきてないんだけどぐらいがかっこいいじゃん。大人の男としてどう、全開で用意しててギランギランのさイエーイみたいな人でさ、もうそれはちょっと嫌ですもん。なんかこうスパンコールのスーツとか着られたらもうやどうしたってなるじゃない。なります、なります。だからさりげなくっていうのは男の人はそこがかっこいいんじゃないかな。なるほど、皆さんさりげなくパーティースタイル目指しましょう、はい、さりげない感じでですね、はい、アイテム入れていただければと思います。今日紹介しましたこのジミーチューのアイテムなんですけれど、これはですね、うん、BR オンラインでは買えないんです、うん、ですけどあのフィーチャーというページがありまして、そこからあのリンクが貼ってありますので飛べますので、そこからはもちろん購入できますので皆さんそこでチェックしてみてください。そしてですね、その他の商品はもちろん BR オンラインでご購入できますので皆さんぜひチェックしてみてください。そしてですね、今日はなんと最近僕いろんな本当に地方とかこうトークショーとか行くたんびに BR このチャンネル見てる人やたら多いんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。それでインスタグラムをやってる人もすごく多いのね。でじゃあせっかくだからインスタグラムでみんなアップしてるファッションの写真とかを今日テーマを設けて、うん、今日のテーマは何だっけ。パーティースタイルです。ちょっとパーティースタイル、これをテーマ軸にですね、皆さんちょっとハッシュタグをつけていただいてアップしてくださいと、そういうのやっていこうかなと。え、それアップしたらどうなるんですか。星葉さんがもう見てくれるんですか。僕見ます。ハッシュタグ検索して。もちろん僕も見ますし、あとこのみんなねファッションの関係してるスタッフでちょっと一回選ん でいい人はなんとここで出していきます。えベスト3ぐらい出しちゃおうかなと。え、紹介しちゃうの。もちろん。でその人がほら
なんていうの、インスタグラムのフォロワー数がドーンって増えるじゃん。そうするとでそういう人をどんどんね、みんなでなんかこうサポートしていこうかなっていう。ハッシュタグ BR 選手権でこれからやってきます。でパーティーっていうのは今回のお題です。でこれ、じゃあこれハッシュタグ BR 選手権までを毎回入れてもらうって感じですか。それはね、毎回入れるんですけど、テーマも入れてもらわないと、やっぱりテーマで今回はどんな人が出てくるのかなっていうのを見たいので。じゃあ今回はもうこれを入れればいいんですね。はい、ハッシュタグ BR 選手権パーティー、その応募してきた方の中からベスト3はですね、その人のアカウントと、そしてその人のスタイリングですね、それをちゃんとご紹介して宣伝しますので。すごい、ぜひ皆さん応募してください。これを入れないといけないですね、うん、ハッシュタグ BR 選手権パーティー。皆様のおかげですけど、この BR チャンネルはすごく見てくれてる方が多いわけですよ。めちゃめちゃ多いよ。だってなので、これはいい宣伝になるぜ。はい、いただきました。はい、いただきました。はい、すみません。ということで今回は、はい、パーティースタイルについて応募しますので、ぜひ皆さん応募してください。すごい、はい、次週はこんな感じです。今日は女子目線の一番モテるカジュアルですよ。大人のカジュアルって難しいじゃない。でもやっぱり女性が好きなのって、ちょっと育ちの良さそうな、かしこまってない、かしこまってなくていいと思うお店ね、うんうん、今日は普通にショッピングしてなんか美味しいもの食べに行こうかみたいな。なるほど。うわー、どっちなんだろう。あ、おお、誰？どっちどっち？お前誰だ？見逃すことがないようにチャンネル登録お願いします。そして、今週ご紹介したアイテムはこちらです。最後に宣伝を。はい、11月29日本日から舞台が始まりました、はい、12月の2日まで天元寺スクエア多聞ホールというところでですね、お芝居やってますので、ぜひぜひ見に来てください。チケットはきっとあるはず。おお、微妙なの。完売してなければ。あ、なるほどね。まあそういうこともあるもんね。まあありますけど、そうですね、はい、ぜひ調べていただければ嬉しいです。はい、そしてはい、毎日更新してますフォルツァスタイル、ぜひチェックしてみてください。そしてあとはですね、やっぱり3冊目、はい、究極の私服カジュアルなスタイルについて、載せてますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで今日もありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらです。こちらです。おすすめの動画はこちらです。こっち？こっちかこっちかな。